いや、すいません。いいですか、ちょっと取材させて。はい、お願いします。密着取材をさせてもらったのは、昨シーズンイングランドプレミアリーグでプレーした日本代表橋岡大樹選手。じゃあその30、いつも往復1時間ぐらいで練習場通ってるってことですか。そうっす。でもなんか俺結構ドライ、車運転するの好きなんで、結構その30分くらいの毎朝の運転とか好きですよ。いつもなんかそう音楽を聴いて、酒のつまみになる話とか聞いてますラジオ感覚でちょっと聞いたから。あ、そう、なるほど。そう、誰かと話すときに、そのテーマで話そうと思って、誰かが、芸人さんが持ってきたテーマとかあるじゃないですか、はいはい、そのテーマで誰かと話すときもそのテーマを持ってって話したりする。なるほど。基本練習時間とかどんくらいなんですか。1時間半、2時間くらいじゃないですか。9時半集合の10時ミーティングからの、10時半、11時くらいトレーニング開始で、そっから1時間半とかやって、12時半とかで、そっからまたジムをやって、だから大体終わるのが1時半とか1時半くらいか。1月にルートンタウンに移籍。この時世界最高と言われるプレミアリーグでプレーする4人目の日本人となりました。この選手たちは日本語教えてくれ教えてくれって言ってくるんですよ。あのコーチとかスタッフの人たちも、なんか日本語を一個教えてくれよとか。で、天気悪い時といい時とかあるじゃないですか、はい、そしたら今日いい天気とか言って今日クソとか言って今日天気クソとか、なんか一番受けた日本語はカメハメハっすね。あ、歌ったんすよ、うん、その時にドラゴンボールの歌を歌おうと思って、うん、でドラゴンボールの歌って最後にカメハメハってやったのが、結構みんな笑ってくれて、それからみんなカメハメハカメハメハとか言って何が起きても君は眠れなかったチャラヘッチャラ胸がパチパチするほど騒ぐ元気なら、カメハメハ。家のとこはもうお金持ちの人が多いんですよ。選手とかめっちゃ多いですよ。俺んちは目の前もオーリーニャ住んでましたから、ね、隣の部屋の人にもオーリーニャ住んでたんですよ。だけど俺の部屋の方がやっぱちょっと良かった。だからオーリーニャよりいい部屋住んでる。これいいですか。メイリー開いてます。あ、これもオーリーニャ住んでました。あ、ここがあったよ。へえ。ということで、モウリーヌよりいい部屋にお邪魔します。絶対こだわってないでしょ。しかもしかもそれ絶対そんな付けのやつでしょ。自分が持ってきたやつじゃないでしょ。いや、いい、大丈夫です。でもすごい、マジで天気いいや。ここで普段マジで草いただきますか。あ、そのままでそれでいいっすよ。マジで、いや、椅子はこれなんですけど、まだ用意できてないんですけど、こんな感じで外見ながらマップス夜こんな暑くないんですよ、うん、で夕日とか出てきて太陽沈まってきた時とか、うん、めちゃくちゃいいっすよ。今度はロンドンから電車で1時間のルートンタウンを街ぶら。そう、これね、どもしもないまい、ハシ HA? HASHI。 ここはみんな来ますね、うん、僕は大体でも俺もいつもラテ頼むんですけど、今日はちょっと甘いもん飲みたいなと思って。イギリス来て今どんくらいですか。イギリス来て3ヶ月だしやばい。イギリスの英語めっちゃ難しいですから。そうなの。めっちゃ早いっすよ、ね、イングランド最初のシーズンは降格となってしまった橋岡選手。本当にね、いいらしいっすよ、体に。やってみて、プレミア。
めちゃくちゃハードっすよね。いや、タフっすよね。入ってきたタイミング的にも冬で、で、降格圏内、降格争いしてるチームで、あの、難しいな、入ってくの難しいだろうなって思いながらも入ってたんですけど、通用する部分もしない部分もなんかはっきりしてきて、なんか最初の結構うまくいってて、それがだんだんなんかあんまうまくいかなくなって、多分もっと自分の中ではできるっていうのはあるんだけど、自信がないがゆえに自分の持ってるパワーの半分くらいしか出せてない感覚があって、なんかボールもらう時もちょっと次どうしようみたいなとか、そういうのとかって本当にプレーに出る絶対で、自信満々な時とかは全然あのいいプレーできるし、やっぱその自信は大切だなと思うんです。こっち来て気持ちになって、気持ちだった。それは俺ずっと言ってるんだけど、そこのメンタルの部分を鍛えないとダメだな。支給されたいですもん。順調なキャリアを歩んできた橋岡選手にとって、初めて壁にぶつかったシーズンなのかもしれません。浦和レッズでキャリアをスタートさせ、その後ベルギーシントトロイデンへ主力に定着し、日本を代表するサイドバックに。OB、 いや俺浦和大好きだから、うん、マジで好きなんですよ浦和。生え抜きそんなそもそもいないっすもんね。いないっすもん。だから今海外でやってる人だってまずそんなにいます？元気くん、うん、俺ザイオン、 あとまあ荻も今やってるわ。ああ。その前クロ、あのクロアチアリーグ優勝してましたから、ね。橋岡選手の地元浦和への溢れるばかりの思い。今年のオフも恩返しをしたいと浦和の子どもたちのためサッカー教室を行いました。そして初めて壁にぶつかったシーズンから、橋岡選手が見つめる先はもうすでに来シーズンに向けられていました。まあでもこの辺の近くですけど。来年目標は、目標アシストとかも、アシストゴールとかでちょっと数字の結果を出したいなって思った、うん、最低でも5-5はしたい。5ゴール5アシスト、試合数も多いんで。確かにチャンスはありますね。来年楽しみだな、マジで楽しみ。こう楽しみって思えてるのもいいっすよ、うん、いやプレミアに残っててプレミアでまた楽しみっていうのもまた楽しみだけど、チャンピオンシップでもまたベルギーから移籍してきてチャンピオンシップっていう可能性もあったわけじゃないですか、うん、全然じゃなくてそれを通り越してプレミア行ってるから、プレミア半年やってチャンピオンシップやって、そこでまた1年バッてやって、で見ててほしいっす。なんかわからないけどこの自信はいい自信な気がする。